が。ちょっと待って、ちっちゃくならへんこれ。ならへんか。服が届きました。これは違いますけど。ちょっと待って。服が届きました。こんなんです。こんなん。スウェットってやつですね。はい。じゃあ商品紹介か。まあとりあえずこれは僕が描いた絵のシャツをね、一個だけ注文して1週間ぐらい届きました。今日日曜日のお昼過ぎぐらいに届いて、ちょうど1週間前ぐらいに注文して、それが今日届いて、はい。ほんで、まあ着てみた次第です。こんな、うん、こんなマッチ持ってしてる女の子のやつ、ツイッターのアイコンにもしてるんですけどね、これツイッターのアイコンにね、まあちょっとレビューをしてみるか。これね、あかんわ、これ素肌で着とった、お風呂上がりなんで。まあこの地肌じゃねえや、なんだこの生地、この白いとこね、余白の部分はなんか何種類か選べるみたいで、基本は白で、黒だったりピンクだったり赤だったり、まあ色によってちょっと値段がプラス何百円とかになるんですけど、白はまあ基本の値段ゼロ、うん、っていうことですね。でまあなんかね、プリントしてあるシャツって結構テカテカというか、なんかべったりカピって感じのやつがあるんですけど、これは結構なんか生地そのまんまみたいな、そんなよくあるやない、あのプリントシャツってさ、胸のとこがペタってしてる感じがするみたいなさ、こうなんてやろ、なんかこうあるやん、なんか張り付いてんなみたいな、それがない感じかな、うん、だいぶ生地っぽい感じ、うん、こんな感じで、まあ生地なんですけど、まあこれはスウェットやから、そう、あの T シャツとかはどうなんか分からへんけどスウェットで長袖のね、ちょっとしっかりした服やからあれやけど、結構うん、こんな割と分厚い、まあ写しても分からへんやろうけど、うん、思ってたよりちゃんとした生地ですね。でまあ色もそんな、線もね、うん、あんまりこう変な感じがないというか、待ってよ、これこれ、うん、ちょっとグニャってなってないけど、暗いな、うん、なんやったら元の絵よりガサガサな感じが少なくなっていい感じになっとんちゃう、なんかこう逆に、うん、元の絵よりいいかもしれん。うん、元の画像ファイルの解析で、うん、まあこんな感じです、うん、まあトートやったり半袖のシャツやったり、なんだステッカーやったり、いろいろあるから見たらいいよ。そうあとなんか言うことあるかな、これに関して。ね、やっぱり、うん、ほんまに僕より先に買ってくれた人申し訳ないな、つっても2人ぐらい3人ぐらいしか明確におらんけど、うん、それ以外のやつは死ね、うん、お前らは何も関係ない、俺には俺の人生に何も関係ないからどうでもいい、うん、とか思ってないけど、うん、だからその先に買った人に追っかけるようにして、作った本人が必
買ってしまったから、それはちょっと申し訳ない。あのちゃんと確認してから URL 載せたらよかったと思う。ごめんなさい。でもそう、その買ってくれた人、買ってくれた人の写真とか見てもなんか思ってたよりちゃんと思ってたよりって言ったら申し訳ないけど、なっててよかったです。安心した。うん、そうだから、これが L サイズ。なんかね、昭和のなんかこう、昭和のなんかこう若者みたいなこのフィット感とか、アベ昭和のアベックのカップが着てるみたいな、このサイズ感、なんか宇宙、うん、ちょうどなんですよ、これで L サイズ。うん、ね、170、まあ大体身長もう170センチで、まあ体重が何キロかな、65から67を一体着たりの僕で、 L サイズでこれぐらいのサイズ感なんで、うん、オーバーサイズというか、もうちょっとゆったりしたのが着たかったら、L の上が XL やったから XL 買ったらいいと思う。それも俺確認しといたらよかったな。うん、なんか体格によってはちょっと窮屈やったりする人も、まあ、ムキムキな人はこんな俺の絵見て服なんか買わへんもんな。その偏見か知らんけど、ムキムキの人はおらんやろ。ムキムキな人はおらん知らんけど、うん、僕も中肉中背なんで、それでこれやったらちょっと大きめの、今流行りでしょ、どうせって、うん、まあ流行りというか、普段なんとなく着るんやったらこうゆったりした方が、僕もあの高校時代からあの4年間着続けたダランダランのあのヒートテックとか着てるから、うん、それはまだ話が違うけど、うんまあ人によりけり、うん、そう、まああんまりもうちょっと気持ち悪い絵柄のデザインのやつとかもあるから、うん、こういう女の子の、そう、分かりやすいからね、女の子の絵ってこうアイコンというか、うん、だからこうなんていうん、絵で絵を見るとしてさ、その真ん中に人がおって周りわーってやったら、まず女の子を見てから周りってこう目線が先に分かりやすく止まりやすいから、そう分かりやすい、こうで珍しくちゃんと描いたなっていう絵の服ですけど、まあせな、いいんじゃないですか。僕が描いたっていうのを抜きにして見ても、まあまあ不思議な服着てはるねみたいな感じでいけんじゃないですか。わかんないけど、はい、そう、この別の絵のやつだけど、また別の女の子の絵の服買ってくれた人が、その東京に遠征に行った時に着てくれたらしいけど、どうかな、東京のバカ野郎どもには浮いてへんかな、どうなんやろ、わかんない、不安やん。ただでさえさ、ツイッターとかインスタとかも載せても全然あれやからさ、もう毎回見てくれる人はほんまありがたいけどさ、なかなかこうね、なかなかこう跳ねずみたいなことやから、うん、この絵もその絵もあんまりそのね、あれやったら、だから買ってもらえたってのがね、ありがたい。ちゃんとした絵かけ取ったんやなっていう、改めて再確認できました。うん、そうです、そういうことっす。やっぱり、うん、貧乏人やからさ、もうねちっこく言うようやけど、やっぱちょっと高いけど、うん、買ってくれや買ってくれ、頼むから。あの多分
もう何も残せんと死ぬと思うから、なんか形になって残ってくれんかな、どっかで俺の知らんとこで。うん、そんな感じっす。いやーもうほんまに、もうなんか最近話すことがなくなった。うん、この服に関してはこんな感じでしたっていう、うん、こんな、うん、スターマン、うん、スターマンの坊主、うん、うん、王者の剣がドロップするよ。あれはスーパースターマンか。うん、プーの専用装備ですね。じゃあほならどうしようかな。特に話すことないやんな。もうだからこんな感じ。そう、同じ柄の服買って、匂わせてくれよ。うん、ほんまにモテへんから。あれ、この人同じ服着とるって しようぜ。うん、家族とか兄弟は勘弁な。うん、もし見とったら買んといてくれ。きついから、さすがに。うん、うん、もうみんな買ってくれ。コーナーで差がつくよ、こういう服着とったら。うん、そういうことっす。なんかあるかな。なんかつってもこんな動画最初から最後までちゃんと見とる人なんかおらへんから、別にちゃんとせんでもええやけどな、別に。なんかほんまにな、最近やる気がないというか、モチベーションなんか最初からってないようなもんやけど、何も思いつかへんからな。なんかあるかな、もうずっとしこった後みたいな。な、うん、元気がない。うん、いやでもこの休みの日は珍しくちゃんとつってもそんなちゃんとではないけど、結構睡眠時間に割く時間が、比率が多くて、肉体的には割と元気な方なんやけど、そんなに嫌なこともなかったしな。あったかな、ちょっとあまり、うん、嫌なことは忘れる主義なんだ、あんまり思い出せへんけど、元気なはずなんやけどな。何も思いつかない、何もやる気が起き。じゃあどうしようかな、なんかエピソードトークでもするか。うん、まあ僕ツイッターとかでも、まあ普段の会話でも、まあエロ漫画が大好きで、うん、成人向けのね漫画が好きなんですけど、このあ、やっぱやめます。うん、やめます。危ないもんが見えた。エロ漫画ってさ、表紙は抑えめでも裏向けるとどきつかったりするからさ、それがあ、映ってまうかもと思ってやめました。また叱るべき時に、時間があって元気があるときに喋ろう、そういうのは。服こんなんでした。あー全然中身がない、どうせ誰も見ひんとはいえ、なんかこうきっちりしたいな、こういうの。なんかあるかな。なんかあるかな。そう、なんかあるかな。なんか思いついたようで何も思いついてんだけど、やっぱりSNS の話ばっかりしてもあれしな。でもやっぱりもう絵描いてようやく存在してる感があるな。やっぱ俺がなんか喋っても何もないしさ、面白の人じゃないからさ。うん、ツイートそんな見られたわけじゃないけど、めんどくさいな。なんか全部が急にめんどくさくなってくるんだ。ああ楽しくない。なんかあるかな、なんかな、ほんまにな、普段人と喋れへんから、なんかこう一人でせめて一人でさ喋ろうと思って、
ツイッターのスペースとかさ、こうやったりして話題をもらって喋ったりしたけど、あの語るに落ちるじゃないけど、もうどんどん喋っていくにつれてどんどん結構人入ってたのに減ってってさうん、やっぱあの途中で悪口にシフトチェンジしてまうからな、あかんな。そんなに喋りが面白いわけでもないし、うん、だからってさ、その絵を淡々と載せれるほど、そのなんていうんやろ、その他にそのなんていうの、喋るはけ口じゃないけどさ、人に喋ってその気分が楽になるタイプじゃないからさ、別に、うん、絵を淡々と載せるタイプじゃないから、淡々と載せてもなんかこうなあらしい。だからってこの人間性で勝負したらほんまに誰もご覧になるから折衷案というか、なんていうか、なんかないかな、こう人生全部うまくいかへんかな、思った通り、何もうまくいってないよ、思った通り、もうおしまい、ダメだ、疲れたな。あの服買ってください、あの初任給とか卒業祝いに、あのご飯を3日ぐらい我慢したら多分トートバッグぐらい買えるかもしれないんで買ってください。魔法をかけていいから早くかけて、ガチャガチャキュートフィギュアット、あんまし、なんか急にさ、ふとした時に体のどっかがめっちゃ急に痛くなる時ない？あれでした。ごめん、ちょっと終わります。